はい、どうも皆さんこんばんは。今日はですね、普段特急若潮なんかで使用される E257 系500番台のですね、普通運用に乗車しに、こちら JR 外房線、勝浦駅にやってきました。特急用の車両にですね、乗車券だけで乗れるというとってもお得な運用なんですけども、前面のヘッドマークの部分はね、どういう表示になるのかとか、あと車内チャイムは鳴るのかとか、そういうのもねちょっと調べながら、乗車してみたいと思います。勝浦駅の時刻表を見るとこんな感じになっていますね。20時36分の電車と22時31分の電車ですね。これがこちら勝浦駅までは特急若潮で運用されるんですけども、この勝浦駅より先、阿波鴨川までは普通運用に変わるんですね。その際、特急券はもちろん不要です。判例のところにもありますね。勝浦阿波鴨川間普通列車と書かれていますね。到着の列車、車両は特急車両ですが、勝浦阿波鴨川間各駅停車になります。普通乗車券だけでご利用になります。お間違いないようご乗車ください。到着の列車、各駅停車の阿波鴨川行きです。側面は特急若潮表示のままなんですね。ただ括弧で、勝浦から普通と、表記されてますね。それでは車内の方に入っていきましょう。おお、もう完全にほぼ貸し切り状態ですね。いやー、こりゃすごい。さあ今勝浦駅の方を出発しましたが、さて、車内チャイムの方は鳴るんでしょうか。下り各駅停車の阿波鴨川行きです。特急車両ですが、終点阿波鴨川まで普通列車として各駅に停まってまいります。上原、上総吉、滑川伊南と阿波小見だと阿波松、終点阿波鴨川の順に停まってまいります。終点阿波鴨川には21時4分に到着いたします。次は上原です。お出口は右側です。いやさすがに夜なんで、景色はねほとんど見えないですね。まもなくですね、秘境駅で有名な滑川アイランド駅に、到着しますね。当然ね降りないんですけども、夜の秘境駅ってどんな感じなんでしょうね。ちょっとホームの様子を見にね、デッキの方に行ってみたいと思います。いやーさすがに誰も乗ってこないですね。ちょっとネットで調べたらですね、この駅の1日乗降客数は平均20人前後みたいですね。ドアが閉まります。勝浦から乗車して約30分ぐらいなんですけどもね、もう間もなく終点の阿波鴨川に到着します。いやーもうなんかね30分があっという間でしたね。ちなみに途中駅ではですね、車内チャイム鳴らなかったんですけども、終点ではね鳴るのか、ちょっとこれもチェックしてみたいと思います。ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の阿波鴨川、終点の阿波鴨川です。1番線に到着いたします。お出口は左側です。内房線をご利用のお客様、乗り換えです。太美、恵美、和田宇田、千倉、立山方面各駅停車の千葉行きは橋を渡りまして3番線から21時15分の発車です。途中乗車マナーにご協力いただきましてありがとうございました。大野菜車内にお詰め物をなさいませんように気をつけください。佐藤車掌、鴨川の運輸クーラスメでした。今日も JR 東日本をご利用くださいまして誠にありがとうございました。終点側は鴨川に到着いたします。お出口は左側です。はい、ということでですね、阿波鴨川駅に到着しました。いやーもうさっきも言ったんですけどもね、30分間あっという間ですね。
到着するとですね、すぐに車内の整備が始まるみたいですね。いやーにしてもこの作業がですね、もう完全に職人技ですね。はい、ということで今日はですね、E257系500番台の普通運用を紹介しました。ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。